木工バラは中国原産のバラ。種商名は植物学者ジョゼフ・バンクスの夫人にちなむ。常緑ツル製低木。枝にはトゲがないため扱いやすい。開花期は初夏で一期性。花は白か淡い黄色で、それぞれ一重咲きと八重咲きがあり、直径2から3センチメートルの小さな花を咲かせる。木花の一重や白花には方向はある。一般的に、 木工バラといった場合には、黄色の八重咲きを刺す。性質は強肩で、病気も普通のバラと比べると少ない。成長も早く、結構大きくなるので、地由には、それなりのスペースが必要とされる。野生種の起源は不明である。バ茨の代儀に継ぎ切しても良いが、刺し目でも簡単に増やすことができる。加賀の形成時期が8月末までに行われるため、 それ以降に剪定をすると、翌年の開花数が少なくなってしまう。基本的には剪定はしない。安頓んじと手で販売されることがあるが、常実のように成長は極めて早く大きくなるので栽培は難しい。また、白花は木花より開花が若干遅く、方向性を持ってはいるが、木花ほど高性はない、成長も木花に比べるとやや遅い。庭園などでアーチや、 フェンスなどに用いる。生育が早く、大量に花をつけるため、大きな木工バラの開花時は圧巻である。バラの短所である棘がなく、病気、害虫にも強く、バラとして理想的な性質を持っているが、一方、一気咲きであること、木花の八重咲きに方向がないこと、白と黄色しか過色がないことなどの短所もある。そのために植える場所の剪定や、 方向性のあるバラと組み合わせるなどの工夫が必要である。独立行政法人理科学研究所と株式会社、マクランサが共同し、サイクロトロンを使ったイオンビームイック手法による品種改良が進められているが、赤やピンクの色咲きの木工バラが登場すると利用の範囲も大幅に広がる。安ど仕立てで出回る。木工バラには多くの園芸種があるが、 主な種類は、以下の通りである。それぞれ一重咲きと八重咲きとがある。項目項は、秋篠宮や第一女子、マコ内親王の,のお印である。米倉康二、梶田忠ジ BG プランツアミオ学名インデックスアーカイブド2012年6月15日、アットザウェイバックマシン、トラーピコス。ありがとうございます。